斉藤元彦兵庫県知事辞職勧告っていう話をね、うん、したいなと思っておりまして、はい、まだ話題が続いてるじゃないですか。続いてますよね。どうなってるんですか一体全体。あ今話題なのが、まあ、織田楓さんという、PR 会社の方が、はいはい、まあ、公選法違反じゃないかみたいな話で、うんうん、まあ、連日また報道がずっとついてるという状態ですよね、うんうん。で元文春記者チャンネルはもう辞職勧告をしようと斉藤さんに。あ、そういうことなんだ。そういうこと。選挙を経た今、おうおうおう、彼を辞任させることは結構ハードル高いんですよ。ね、議会がまた不信任を出すか、もうリコールしたら60万以上の署名がないと、うん、66だ忘れました、そのぐらいの署名が必要だし、彼が辞めると言わない限りはね、またしばらくは続くという状況になるんですよね。そうそうそう、うん、なんかそれでいいのかということでですね、うん、で、まあ、まず現状についていろいろ聞いてみると、まあ、やっぱり斉藤さんが自分で辞任するってことはまあありえないだろうということですね、うんうん、まあ、これまでも一回もそのスタンスはなかったので、ね、と。で織田さんが逮捕されることはあるのか、うんうん、これもね結構情報まだ錯綜してて、もう知見にすでに呼ばれてるっていう説もあったりとかね、うん、これだけ話題になったら捜査はせざるを得ないのかなというのが、まあ、僕の感触ですよね、うんうん、こうした、ね、状況が今あるという中で、まあ、なぜ斉藤さん辞任すべきだと、うん、俺元文春記者チャンネルが思うのか、うん、個人的に僕もインタビューをして、まあ、彼には悪い印象は持たなかったんですよ。言ってましたよね。持たなかったんですけど、うん、でやっぱ 人の印象と政治家である彼をやっぱり別の視線で見なきゃいけないなとは、僕ここの経緯をずっと見てて思っていて、うん、で、まあ、結論から言うとやっぱり斉藤さんは政治家としての資質がもう決定的に欠けてるんですよね。重要な判断をことごとく彼はミスってるんですよ。ほう、まず発端となった文書問題がありましたね、うんうん、でこういう文書問題の時に公益通報だったのにそれを無視して犯人探しをした、うん、まあ、まずこれありえない選択なんですよ一般論としては、うん、でそれでどうなったかっていうと、うん、あれ怪文書じゃないですか、うん、正直言うと、うん、そうね、怪文書をマスコミが報じるってことは基本ないわけですね、裏取りができない限り、うんうん、だから自分で話を拡散させてるんですよ結果論として、うん、騒動になっちゃって、ね、パワハラだって書いてあったからパワハラなんでしょみたいな感じになってて、うん、裏が取れてる話と取れてない話が混在する状況を自分で生み出したんですよね。なるほど、うん、あれがなければだってうちに届いたとしてもあれを書くってことないじゃないですか、ね、絶対。なるほど、怪文書がいっぱい出てるからね。そう、怪文書ほど裏が取りづらいんですよ、うん、だって別に情報源誰とも書いてないし。なるほど、そう、だからこれは結構もうすでにそこで彼は選択を間違えてるわけですね。ほっとけばよかったと。ほっとけば別に、うん、まあ、そういう説もあるようでありませんって言っとけばいいわけで、別に証拠がなければメディアもそれ以上言わないけ ど、うん、もう一つはまあ副知事を、ね、まあ、片山さんから任命したと、うん、でこれも大きなミスなんですよね、うん、結局この兵庫県斉藤知事問題の半分以上は片山さんをはじめとする牛タンクラブと言われる人たちが権力を持ちすぎたことを起因としてるんですよ、うんうん、でやっぱりその兵庫県庁内の反発がすごく広がっていて、うん、という状況なんですよ、うん、まあ、要は虎の家を狩る狐みたいなことを片山知事がやっていた。で問題になったらさっさと逃げちゃったみたいな感じじゃないですか。確かに、そう、なるほど、ただという問題ですね。でその片山さんが、まあ、3つ目としてはその文書問題の調査をやって追い詰めていったわけですね、うん、だから怪文書をほっとけばよかったものを筆者が出すような状況まで至らしたというのはもうことごとくいろんなミスがあるわけですよ。4番目は、うん、まあ、その織田さんへの発注ですよね。別に織田さんか私にぜひやらせてくれっていうわけでもないわけじゃないですか。お互い合意して発注してるわけじゃないですか、うんうん、僕正直織田さんかわいそうだと思うんですよね。ほう、うん、だってそもそも33歳ぐらいの若手社長が公職選票も含めて全て分かるなんてことは多分ないじゃないですか。やったことないだろうし、そうですよね、うん、そうね、それをちゃんと整理しなきゃいけない斉藤さん側ですよね。あれどういう発注になってるんですか。僕よく分かってないんですけど。発注はだから今はもう言った言わないっていうか、まあね、斉藤社ポスターだけとか言ってるじゃないですか、はい、でもあれもともと SNS が強い会社なのにポスターだけを発注して SNS 無料でやるっていうのもむちゃくちゃな発注なわけですね。普通に考えるとボランティアでやるっていう、うん、あれなんか制作費でしょ。その弁護士の話聞いてると、ね、うん、ポスターの制作、うん、なんとかの制作とかっていう基本的な制作費があって、
その上に一番最初に企画費みたいなのがなんか載ってて10万ぐらい、その企画費が何ですかってこの間の会見で言ったら、その会見かな、 YouTube だと答えてるということらしいんですよね。で合計で71万5千かな、はい、だっけ、ね、ということなんですよ、うんうんうん、選挙認めたらお金ってのは決まっていて、はいはい、だからポスターは認められてる。ポスター以外はダメってこと？ポスター以外はダメです。ああ、そうなんですね。うん、だから例えば、ね、YouTube でお金を払って宣伝もダメです、はい、それは選挙期間に入ったらダメってこと、うん、まあ、公職選挙法上選挙期間中はダメ。ああ、選挙期間前は大丈夫、まあ、大前は別にいいと思います。それは時期はどっちなんですか？時期は、いやだからそこはまあだって契約書がないから分かんないですね。分かんないってこと、うん、あれはなんか、今言った言わない論になっていて、で小板さん自身はそのノートで全 PR を請負いましたと言ってる、うん、だからそれがポスター友情のことを主体的にやってたんじゃないかと言われていて、うん、まあなんかもうどうでもいいっちゃどうでもよくなってくる話じゃないですか、細かい話なんだけど、まあでもこれはやっぱりその PR 会社扱うのはいいとして、斉藤さんがこことここはこうだってことをちゃんと説明しとかなきゃいけないですね、会社側に。うん、うん、だから、うん、でそれを言ったらダメだよとかっていうルールをちゃんと相手に提示してないってことじゃないですか。でこっちはまあやりたいから頑張りますみたいなやってるっていうことで、うん、かわいそうだと思うんです、織田さんが。うん、うん、まあ僕もだからこれ取材してないか分かんないけど、うん、あれ、うん、知り合いから紹介を受けて、うんうん、で元々は知ってたんだけれども、うん、あの紹介を受けて会ってみないかって言ってあれあったんですよね、うんうん、確かね、うん、でまあ分かんないですよ、その、うん、きっと織田さんは、うん、まあ、うん、この選挙で、うん、なんていうの、一旗あげたいから、うん、実績作りたいから私何でもやりますみたいなことを言ったんじゃないかという気はするんですけど、そうそうそう、でも斉藤氏は選挙に出るわけだから、選挙上はこれとこれダメだからっていうことはちゃんと説明をしておかなきゃいけない。そのそうだから、その斉藤さんから見れば、その織田さんはあの PR やってくれるんだけど、そもそもそういう選挙のこと分かってんですかっていう、まあ確認も必要だけども、うん、織田さん自身もでも、うん、選挙のこと分かってないのに何でやりますみたいな言ってるところも確かに、ね、それはそれ で、 そうです、ね、ちょっと PR 会社を語ってるのに、しかも選挙の PR も うん、やりますみたいなこと言ってるのに、うんうん、それはどうなのかなっていう気もちょっとしたんですよね。まあまあそれもあるけどもね、うん、でもさ、斉藤さんが発注しなきゃ始まらないよ、ね、まあまあもちろんもちろん、だからこれはやっぱり斉藤さんの人脈がないっていうことの証左なわけですよ、だから、ね、人脈、ガバナンスできる人もいなければ、法律を見る人もいない、うんうん、そもそも弁護士が会見するなんておかしいじゃないですか、本人が喋るって話じゃないですか、自分が発注してんだから。だって石破さんが弁護士に会見させますなんか。そう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 、まあね、うんうん、だからあれは弁護士がリーガルチェックをその前に契約書を結ぶときにしておけばよかっただけの話なんですね、うん、弁護士の会見もあれはよくわからなかったじゃない、わかんないね、なんかそう、法じゃないってことで言いたいだけですよね。そう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 、だから突っ込まれると、うん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 、そこはちょっとわからないみたいな回答ばかりだったんですよね。だから意味ないんだよね、弁護士さんがね。そうそうそう。いやだからなんだろう、出てくる人が変な人ばっかりだし、そうで、まあ、結果的に全部ダメなわけじゃないですか、判断がね。だからその、うん、そのね、PR 会社選んだのも斉藤さんなわけだし、まあまあね、ね、文書問題の対応考えても斉藤さんなわけだし、全部斉藤さんを起因として起きてることなんですよ。まあね、で彼は全部俺ら関係ないって言い続けてるんだけど、うん、どのぐらいのだから俺関係だったのかが気になるんですよね、その織田さんと斉藤さんが、うん、そもそもね、うんうん、なんかあのちょうどあの後に、うん、あのそのある広告関係の人たちとたまたま飲み会があって、うんうん、その話題になったんですよ、うん、まあ、みんながいや あれありえないよと、 PR 会社で私がやりましたとかっていうのはちょっと常識としてはもう考えられないと、何 なのこれみたいな風にはみんな見てると思うんですよね。そう、でも多分そう、立花隆さんの参戦なんですよね、この彼女がそういうことに出たってことは、まあ、要は立花隆さんが入ったことによって風向きが変わって勝ったわけじゃないですか、うんうんうん、でも全部立花隆がすごいってことになってるけど、本当は私が私もよってそうってやりたかったっていうことでしょ、あれはあそこまで書くってことはね、その承認欲求が余計じゃないかと思いますけど、ね、だからそもそも若い社長だし、うん、県庁とかの取材し
仕事してるにせよ、まあ、やったことないじゃん選挙ね、うん、だそんな人しか頼る人がいなかったっていう、まあ、斉藤氏の問題なんじゃないかなと。まあね、で最後立花隆ですよね、うんうん、まあ、要はね立花隆さんってね、あの知事選後に裁判所で、はい、その反社会的カルト集団というねことを、ね、認められたわけですよ、うん、だ要は名誉毀損だって言って訴えたんだけど、うん、それが却下されたという結末になるわけですね、うん、で裁判所ではこんなこと言われてるんですよ、当主のね立花隆氏は犯罪行為や法行為を繰り返し、副当主とも支持者に対して自ら批判的な言論活動をする人への迷惑行為を促し、テロや民族虐殺も辞さないような発言をしていたと裁判所は認定してるんですよ、まあ、それをもって反社会的カルト集団だということが、は名誉毀損に当たらないという判断が出たんですよね、うん、でこの裁判の結果って兵庫県民どう考えてるのかなって思うんですよ、うん、111万票が立花隆氏のあれでよって流れてしまったことがいいのか悪いのかっていうのはね、まあ、もちろんそれを民意といえば民意なんだろうけど、主張してる中身もひどいわけじゃないですか、うん、まあね、だからまあもうそれを許してること自体で、まあ、僕は結構斉藤氏には見切りをつけたわけですよ、うんうん、結局何が言いたいかというとですね、うん、まあ、斉藤さんはまあ政治家ですよ、うん、でもやっぱり政治家としての資質はないというのはやっぱり判断が間違えている、うん、責任を自分で取らない、うん、まあ、この2点においてはやっぱり政治家としては僕ダメだと思うんですよね。なるほど、うん、で今の4つのことで彼責任1回も取ってないじゃないですか、うんうん、ね、その文書問題もそうですし、副知事の任命責任もそうですし、うん、まあ、その亡くなったことに関しても自分は関係なかったって言ってますし、まあ、マルシェの発注でも訴えるぐらいのことをね弁護士は言ってるわけですね、うん、でも自分が発注したんだろうみたいな、うん、話ですよね。だからまあ何一つ責任を取ってないんだなと思うわけですよね、うん、でまあ弁護士がね単に任せるなって話はここでも何回もしてるんですけど、弁護士に任せる政策だと、ね、まさにそういう感じじゃないですか。そうそう、書いてみてると、あんなにね、うん、何も答えずに斉藤さんが、うん、あの弁護人に、うんうん、後で答えますんでって、うんうん、まあ、いわゆる逃げてたみたいな風に見えたでしょ、うん、その、うんうん、であれだけかわして逃げてて弁護士に全部かぶせた後の会見で、うんうん、あの内容っていうのは僕ひどいと思うんですよ。ありえないよね、そう、準備がないなさすぎだろうみたいなね。それはやっぱりそう全体を見たら、うん、やっぱ結局逃げただけじゃんっていう結論になるような気がするんですよ ね、 そう、うん、何も言わないですよね。それが前から不思議なんですよ。あの前の追及の時も何も言わないじゃないですか、ね、うん、分かんないですよ、これはもう勝手な僕の想像だけど、うん、ある種そのみんなからこうガッと言われてもじっと耐えて、うん、頑張って耐えていつか本当のことが分かってみんなが斉藤さんってこう来た、まあ、今回まさにそういう現象がちょっと起きたわけです、うんうんうん、あれをこうもう一度やろうとしてる気もなんとなくするんですよね。いやでもやっぱり政治家ってさ、うん、自分の言葉で語らない人は慎重にしちゃいけないと思うんだよね。まあまあね、うん、今回だからそういう人にまあ入れたわけじゃない、うん、その兵庫県民がね、うんうんうん、の多くが、うんうんうん、だから投票活動はフェアじゃないとは言わないよ、うん、でも選挙の選挙側出馬側が僕はフェアじゃなかったと思うし、うん、そもそも斉藤さんが、まあ、やっぱりその選択を間違える人なんだなってことは分かる。そうすると勝ち取り任せていいのって話じゃないですか、うん、これだけたった一つの、ね、選挙の発注でさえこんなボロボロになるわけですよ、うん、県の発注でもそんなこと起きたらどうなるんですかっていうことは言わなきゃいけないし、うん、彼がその時の聞き対応力が全くないってことはもう文書問題からずっと一貫してるわけですよね。相談してる相手も間違えてるし、そもそも、うん、だからもうやめた方がいいですよと、うん、いうことを僕は言いたいなと、うんうん、思っているんですよね。最後は僕までになっちゃいました。それはそう、誰も言ってないから最初チャンネルでそうチャンネル僕はまあまあね、いやだから典型的な官僚なんですよ。あ、まあそうです、そうだよね、官僚って責任取らないじゃないですか。確かにそう、自分どうせ自分のいる時だけ良ければいいって人で、で政治家は責任を取るのが仕事なんですよね。兵庫県は確かに闇がありますよ、うん、で改革も必要だと思いますよ、うん、でもやっぱりその責任取れる覚悟ある人はやらないと改革が進まないわけですよ。でまず改革の前にもうこんなね、もう選挙問題でずっとごたごたしてる人にできるのかっていう話だと思うんですよね。なる
で僕は彼らを人としては悪いと思わないけど、政治家としてはもっと勉強と、ね、鍛錬を重ねた方がいいと思ってるんですよ、うん、迷惑をかけすぎなんですよ、いろんな人に周りに。これで弁護士の評価激下がりじゃないですか。で織田さんはもう経営者としては生命を絶たれたに等しいですよね。そうだね、そうだね。で片山副知事だってもう辞めてますよね、うん、どれだけ犠牲者が出てるんだっていう話だと思うんですよね。彼が突っ放ねることによって、うん、というお話でございました、うんうん、はい、はいはい、まあ、このチャンネルがいいと思いましたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。で週刊指揮者マルシさんもやっておりますね、はい、ご興味ありましたら概要欄からチェックしてみてください。お願いします、はい、1月19日ついについにですね、うん、高橋陽一チャンネルプレゼンツ、はい、トークフェスにビッグサイトでやりますので、はい、ぜひお越しください。どうもありがとうございました。ありがとうございます。